おはモーニング。東京駅で30分くらいさまよった挙句、たどり着いたのは魚の楽園でした。飲むぞ。飲むよ。忘れらんねえよ。ここ羽田市場は朝においでなすった鮮魚を楽しめる無人セルフ食堂。ここでメダルを買えば、あとはこのコインを握りしめて食べたいもの、飲みたいものと交換できる。基本一人で完結できるコミュ障には優しい世界。いろんな酒が鎮座する中でコインを1枚しか消費しない。発泡酒、麦とホップ、君に決めた。日本酒用のおチョコもいろんな種類がある。みんな違ってみんないい。キンキンに冷えたビールジョッキを取り出して、晴れ舞台の幕開け。ボタン一つ押せばたちまち、ジョッキにスポットライトが当たる。クリーミーな泡が注がれた瞬間に、私は高尚な芸術作品を見てるかのような気持ちに溢れる。いつまでも見ていたい。もう一度だけ、と気づけばグラス片手にボタンを押していた。一卵性ソーセージ。そっくりだけどどこか違う。二人の花婿。乾杯。おいしい。麦が、ホップステップジャンピング。そしてお待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。こちらがコインを入れるだけで自己完結できるセルフ食堂、魚市場、もはや築地。コイン1枚で交換できるものもあれば4枚のものもある。ちなみにコインは日本円で1枚250円の重みがある。剥きたて新鮮な生牡蠣2個入り、コインは3枚。いつだって押されながらも生牡蠣と一つになりたい衝動は抑えきれない。もちろんお刺身も食べたい。いつの間にか縁側を見かけると手に取るくらい好きになってしまった。縁側。換金所でコインを連成して、コイン1枚の小肌とおつまみ三種盛りを手に取り着席。まずはおつまみ三種盛りをちょっとずつつまみながら牡蠣が運ばれてくるのを待つ。ちなみにこの三種盛りは左からきんぴられんこん、山クラゲ、韓国風春雨。どれもこれもさっぱりとした味付けがされており、魚との相性も良さそうだ。発泡酒の軽やかな飲み口とも合う。全体的にコリコリとした食感がこれからの食欲を煽ってくる。いいぞ、もっといけ、羽ばたけと、このおつまみたちは観客席でエールを送る。チアリーダーのようにコリッと高音の歓声を送ってくれているんだ。生牡蠣の入場。これから始まる酒村の2、ホームランを打つ甲子園。本草をぐるりとかけて絞るレモン。蜂蜜かかっていなくて甘くはないけど、レモンは青春の味。それでは豪快に一口でいただきます。一気に押し寄せてきた海のミルク。濃厚すぎてミルキーはママの味。オンギャオ。バブミが深まる。幼児対抗しそうなほど脳が、味覚がとろける。レモンのアクセントは酒と牡蠣をつなぐバトンになっている。こうしてバトンを渡されていくのだろう。レモンといえばよくスポーツ漫画なんかでもマネージャーが差し入れでレモンの蜂蜜漬けを作る場面を見かける。中学生の頃私にはとても美味しそうに見えて、帰宅部にもかかわらず作ってみたことがある。ただ料理には皆無だったので、面倒になってレモン丸々カットせずに蜂蜜と砂糖をまぶして熟成させて皮ごと食べた。甘いし苦くてあんまり美味しくなかった。後に黒子のバスケで同じレモンの蜂蜜漬けを作っているマネージャーがいて、救われた気持ちになったよ。やはり私にとって青春の味はビッグマック。もっとアクエリアスとか半分こしたパピコとか購買のカレーパンとか行ってみたかった。これでさっきの柿ガチャはリセマラされたんで大丈夫です。まさかの天使のような視聴者さんからウニの差し入れが。こんなこと初めてなので緊張、ドキドキが止まらない。最初にウニ食べたいけどコイン不足問題と直面し、指を加えて我慢した気持ちを遠くから見透かされていたのかもしれない。贅沢で箸で掴めるだけウニを取って、いただきます。おいしい。とっても甘くてプリンのように溶けてなくなってしまう。ありがとうという気持ちを込めて丁寧に味わっていく。ちょっと前スーパーでウニ買ったけど調理がめんどくさくて気づけば消費期限切れていて、焦りながらもったいないなとウニボナーラに転生させて、うますぎたけどちょっとした後悔があったので、これで全ての海に対する思いが浄化できた気がする。視聴者さんからもらったいただいたウニがめちゃくちゃうまいです。世界はやっぱりこうやって助け合いで成り立ってるのね。甘い夢を見させてくれた海のエリアから次はお魚さんにこんにちはをしに行くよ。ちょっと味が濃いものを食べたくなってしまったので、まずは醤油。おいしい。みずみずしくて肌年齢20代、しっかりと脂も乗っている。美味しすぎてビールを一気に飲み干してしまった。次は素材の味を楽しもうとお塩をかけていただく。ひらひらと繊細なレースのように私の口へと運ばれていく。おいしい。素晴らしいの一言に尽きる。やっぱり素材の味が一番だよ妹。ふと左を向くと目に入ったのはポン酢スカッシュのポスター。ポッって響き可愛いね。換金所で光る4枚のボタンを力強く押し、コインを握りしめ私は向かった。ポンッと背中を押すサワーを求めて、パンパン、ポポポポン、ポッポポ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 ポ。思わずそんな歌を口ずさみたくなる味。酸っぱいしい。
酸っぱいものには酸っぱいものを、小肌の出番だ、酢にしっかりと使っていたんだろう、小肌の白身に程よく染み込んでいる、江戸時代から愛されている小肌。武士は小肌を食べることを禁じられていたんだって。なぜなら昔小肌はこの城と呼ばれていたけど、この城とも呼べるから城を食べるのは無礼に当たるよね、ということが理由らしい。切腹前に食べる魚としても知られているそうで、小肌って苦労してるんだなとデニライの言葉。ポン酢スカッシュ、さらに追いポン酢で闇落ちスカッシュ、もうアルコール兼調味料のようなところがあるので、エビのお刺身を用意してそのまま食べる、そして飲む、成り立つ最強のチームワーク。プリプリのエビ、一気にポン酢と酒から吸混されて三角関係。チェイサーも欲しいなと思って、ワンカップミニオオゼキ、シルバニアハウスくらい小さくて可愛い、透明なんだから味方によっては実質水。乾杯。肝臓をいたわるトマトも途中で挟んであげる優しさ。自分の体は自分で管理しないとね。野菜から溢れる水分こそが真なるチェイサー。トマトってどんな場面に置いても最高だ。マヨネーズや塩を振りかければすぐにつまみに変化する万能野菜。味の濃いポン酢サワーともバッチリだ。気づけばワンカップをゴクリンと飲み干していた。そして監禁所でコインを握りしめている。最初同じ動画素材かなと思っていたけど、よく見ると違っていた。これはデジャブ。魚だけに気まぐれ日本酒なんてのもある。酒もカレーにさばいていく。甘くて飲みやすい日本酒が好きと伝えたら、薄濁りという一本を選んでくれた。とりあえずポン酢を飲み干して一口。おいしゅー。本当に初恋のように甘く、デザートのように飲めてしまう。お米の甘さなのだろうか、とても優しい甘さ。最後に思い切ってコイン3枚、サバの味噌に。刺身もいいけれど、煮魚はほっこりとした気持ちにさせてくれる。しめサバは酸っぱいところが好きなのかなと思っていたけど、焼き魚も煮魚も全部サバが一番好きだから、つまり私、サバに恋しているんだ、ということに気づかされる。ぼんやりとしていた世界がパッと鮮やかに、明確に輪郭を取り戻したかのような衝撃走る。稲妻イレブン、さすがに酔っ払ってきました。この日ははしご酒7軒、限界を挑戦するという試みをしていたから、運動会に参加したような、どっとした疲れとやりきった高揚感、そして美味しく楽しかったという記憶が鮮明に残ってます。忘れないためにも途中ピエン合流したりで、酒日記として残しているので、また今度お披露目会するね。ちなみに今食べているのは獺祭アイス。ほんのりとお酒の香りがして、スンと黒髪色白美少女を彷彿とさせる風味にときめきました。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。魚のセルフ食堂めちゃくちゃ楽しかったです。コインを持って自分で好きなものを選びに行くっていう、もうその過程だけで楽しいっていうね。そして現実のお金をこうコインに変換することで、自分今いくら使ってるのか分からなくさせるっていう、そういう魔法も兼ねていて、これこそまさに夢の国なんだなって思いました。ほんじゃ、バイバイ。